はい、4月18日火曜日、ガーラ湯沢スキー場です。時刻は2時半を回ったところですね。天気は今しっかり雨です。天気予報の通りですね。まあ、ただ午前中お昼どうでしょうかね、まあ、12時くらいからポツポツと当たってきましたけれども、それまでは日も出ていまして、結構暖かいというかですね、過ごしやすい気温でした。今一気にこう気温下がってですね、かなり寒いですね。まあ、ただこの雨とあとこの気温の低さ、低温のおかげでですね、板結構走りますね。思った以上に。で、特に北エリアが板走ってですね、非常にこう快適に過ごすことができました。中央エリアですね、は、早々に板がやっぱり、ザクザクになってしまいまして、まあ、でもオープンの1時間2時間くらいですかねは白い雪で、まあ、今も白い雪、まあ、見た目はですね、まだ白さっていうのを保っていますので、明日また午前中くらいはですね、まあ、気持ちよくこう板が走って、滑れるのかなとちょっと期待はしたいところなんですけどもね。あとはその北エリアに行った時にその練習パークを見ていても、まあ、いつもならこうランディング届かないくらい板走らないっていうのが結構、常にこうあったんですけど、ワンチェック入れてもですね、十分届くような、まあ、それくらいこう板が走っていたっていうのがこう見て取れまして、まあこの、まあ、コンディションの影響もあると思いますけども、それにも増してですね、スタッフの方のそのパークの手入れ、整備もこんな雨ですとかねですけども、こういった天候に左右されずにですね、整備、してくれてるおかげなのかなと思いまして、まあ、ちょっと私そちら今日利用はできませんでしたけどもね、また折を見て、残り少ないですけどもね、営業昨日ですかね、ホームページを見たら今週末で、小説の影響もありということで、その営業終了のですね、今期の営業終了のアナウンスもされていましたのでね、あと、まあ、残りわずかですけども、まだまだ滑れますのでね、残りの期間、フルにまた楽しみたいなというふうに思います。はい、ということで今日のガーラの様子でした。以上。